ははいこんばんば小石邦です、えー、今日はですね、連日連夜、あまあ、にぎわしてるというか、まあえー、コロナウイルスの対応で、まあえー、ニュースとか報道が持ちきりなんですけれども、えー、今日2月29日か、まあ、昨日か、ちょっとわかんないですけど、安倍総理がですね、 えー、会見を開きましたでそれに、えー、賛否両論がまた巻き起こってます。についてちょっと一言言いたいなと思いましてはいで安倍さんがえー、っと、えー、なんだえー、っとその、えー、保証するとえー、この 3,、えー、3月のまあ一 かなからまああの2週間ばかり、えー、学校教育機関をまあ休みにしたりまあ要請したりですねそれに伴う、えー、まあ、えーえーえー、労働の、えーえー、て低下というかロスというかいやっていうのを保償するって言ってで えーまあ、一部というか、まあ、あのその無責任発言、まあ、丸投げ発言に、えー、例えば、まあ、安倍はやめろみたいなあトレンドになってますけども、はいえー、前置き長くなりましたけども、そこで私が思うのは、うんえー、私は全然安倍,さ、えー、安倍首相総理、やめろとは思いません。 これはあくまで私の見解です。はい。えー、理由はあーシンプルであって私は総理大臣をやったこともないし1億2000万人の日本国民のことを考えたことないというかまあその責任も思やったことないのでまあ、えー、そういう 背景がない中で、単純な言葉尻だけで、無責任かどうかっていうのが、イメージが先行して安倍やめろなんていう気は私はないです。はい。さらにですね、えー、っと、元大阪府知事の橋本さんもですね、うん。えー 政治家は何を言っても批判されるっていうまあツイートを出して、まあ、いろいろ他の説明もあったんですけども、冒頭そういうツイートをして、ここがまあ国会というか国のレベル上げるチャンスだからっていう結びのツイートされてたんですけども、結局、政治家は何を言ってもそう言われるんだろうと。 ええー、いうことではいえー、私もまあ、えー、それも同調できるなと思いましたはいまあ結論総理大臣とかあ、まあ、や,やったことないのでそんな、えー、ことは、まあ、軽々しく言えないとまあ,あいろいろ国家的に、えー、考えがあって、えー、出した結論だと思いますので、えー、私はどちらかというと うんえー、やることに対して尊重したいという思いです。えー、決して安倍やめろとは思わないです。えー、ということで、えー、今日はですね、そのあ安倍総理が新型コロナウイルスに対する声明を出してですね、まあ、あ一部で、えー、やめろとか、それマイナスな発言があるんですけども、まあ、そもそもやめろっていう。 人らはですねその代替案というか、えー、誰がやったらいいとかこんなアイデアあるとかそういうのはあるのかなとも思います。えー、はたまたあその人が立候補して総理になるのぐらいの意気込みはあるのかなと思います。だったら私はあ全然、えー、応援しようとは思うんですけど。うん、っていうちょっと話しとれましたけど。 まあ、あ安倍総理、えー、今後もいろいろ手を打ったりすると思いますので、ここ1、2週間が勝負、瀬戸際だと言っておりました、えー、安倍総理の決断に期待したいと思います。ではまた